3分じゃちょっと物足りない第11装甲師団解説ハッチもあるよ。と解説をする前に一つ、戦果をいくら上げたところで作戦目標を達成できなければ戦略的には敗北である。第11装甲師団は40年8月1日にテューリンゲンで編成された。日付でお気づきの方もいるだろうが本シリーズ史上初めてボルスカもフラカスも蹂躙していない師団となる。ちなみに師団のあだ名は幽霊師団だがこれは西方戦役時に編成元の第11歩兵旅団が神出鬼没すぎて連合国からそう呼ばれたことに起因する。すでに同じあだ名の装甲師団がいるんですけどいいんですかね。そんな師団の初陣は遊牧侵攻であるが省略、ちなみにおそらくベオグラード2番乗り。初陣という名の演習の後ボリシェビキどもをぶん殴りに東へ。ソ連領内に侵入してすぐ多数の戦車を有する赤軍と衝突したがこれを撃破しさらに東へ。キエフ、スモレンスク、ブリアンスク攻略に参加し10月末にはモスクワの防御線を突破。こりゃモスクワも年内に陥落してソ連も降伏するな。陥落しなかったよ。その上ソ連のプロパガンダの被害者になったよ。その上ソ連軍が反撃を開始、補給も受けられず師団はじりじりと西へと撤退し5月にはモスクワ西方300キロ地点にいた。モスクワに行くのはもう無理なので南へ行こう、ってことでスターリングラードそしてその先の爆油田を目指すことに。師団は第4装甲軍に所属しスターリングラードを目指す第6軍の側面を援護する役割を与えられた。7月には作戦目標であるオロネジに到達、9月には第6軍もスターリングラード市内に突入し勝利はすぐそこまで迫っていた。しかしソ連軍の抵抗は頑強であり、市内を完全に制圧できずドイツ側の損害も甚大であった。そして11月、ソ連軍が大規模反攻作戦であるウラヌス作戦を実行、貧弱な防衛線しか持たなかったドイツ軍は瞬く間に撃破され、第6軍の30万の将兵は11月23日に完全に包囲された。これを救出すべく、マンシュタイン率いる第57装甲軍団が攻撃を計画。この時第11装甲師団はこれに呼応し第57装甲軍団の北方の第48装甲軍団の一員として攻撃する予定であったが、第11装甲師団が列車輸送されている最中にソ連の1個軍団が襲来。ここに約2週間続くチルカワの戦いが始まった。詳細は別で動画を上げるが極端に言うと第11装甲師団は実質1個師団の戦力でソ連の1個軍団を破壊した。戦力比が歩兵で1対11、戦車で1対7、砲兵が1対20でありながらも兵士たちは文字通り不眠不休で戦い、ソ連軍を壊滅させマンシュタインの第57装甲軍団の側面を守り切ったのである。しかしながら様々な理由により救出作戦は失敗。さらにソ連軍はこの方面の枢軸軍を殲滅すべく焦土性作戦を発動しスターリングラードへの補給元であったタチンスカや飛行場を占領。ここにおいても第11装甲師団は稼働戦車8両を持ってソ連軍を逆包囲したタチンスカヤを奪還したがもはやドイツにはこれを維持する力はなかった。師団は西へ撤退し第3次ハリコフ攻防戦にも参加しその後クルスクの戦いにも参加。44年2月にコルスンで一時包囲されるも損害を出しながらも自力で脱出。逆に包囲内の友軍を救助するために奮戦した。5月には師団は南フランスに送られたが、連合国が上陸するとこれに応戦。しかし圧倒的な連合国軍に押され、45年5月にはズデーテン地方にいた。師団は東から迫るソ連軍から逃げるようにアメリカ軍に降伏。本来ならばチェコ地域にいたドイツ軍は全てソ連に引き渡されなければならないが、パットン将軍の意思により第11装甲師団の人員は全てアメリカ軍に収容された。終わり、平定、チル川の戦いはそのうち動画を上げるよ。